博士、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、よんちゃん。はい、それでは新年、第1人目のゲストをご紹介します。女優の佐藤恵理子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう毎回このね、番組ではお正月だけは豪華と、はい、いやいやいや、お正月が一番もうということで、今回ね、一番憧れの佐藤恵理ちゃんに来てもらいまして、はい、うん、スタイル抜群でもうね、もう見る場所が、ね、うん、困りますみたいな感じですよ。全然もうそれ全然ラジオで伝わんないラジオっぽくないねでもあれですよね、 YouTube で見ていただければ。そうそう、キスナーの皆さん YouTube で、あのぜひ YouTube 見て、今かなり強調してくださってるんで、ちょっとレオンちゃんの一番ね、そこコンプレックスのとこなんで、もういきなりね引っかかっちゃうとね。いやでもリオンさんも可愛いですよね。もう真っ白で、真っ白キャシャでいらして、ありがとうございます。めちゃめちゃフォローがお上手で、ありがとうございます。ね、普段あんまりね会話に絡んでこないんで、レオンちゃんは。あ、そっか、ラジオパーソナリティっぽくないですね。そうです、ですよね。でもなんかそういうなんか人見知りなら、ね、はい、パーソナリティって新鮮でいいですよね。多分ね業界一無口じゃないかと、まあ、ラジオに行っても存在感ないみたいな感じですけども、だことないよ、はい、もう耳もあるじゃん。もうそれも似合うのは多分ミッキーかわかんないけど、ミッキーかニャンチューかレオンちゃんだと思って。ありがとうございます。これもね YouTube 見てもらうと分かんない、はい、まあ、YouTube 見てもらうとレオンちゃんにさ、はい、今日耳が生えてるでね、見てください。はい、早くしないと耳が取れるかもしれないから、ぜひ見てくださいということで、はい、今回ねさとりちゃん来てもらいましたのは、じゃあお芝居にね出られるということで、うん、そうなんですよ、まああと4日後、1月8日から2月20日までは東京の赤坂アクトシアターで、で、まあ、名古屋とか大阪とかいろいろ回ってるんですけど、うん、博多とかいろいろ行くんですけど、大阪も3月の18日から31日まで、はい、梅田芸術劇場って言ってそこですね、芸劇ですね、MBS の横だったかな、そうですよね、どうですか、もうだいぶ出来上がりというか、出来上がってないと大変か、まあ、4日前なので、ね、もう目も当てられないって言ったら結構悲しいことになりますよねいやでももうそれはもう見てのお楽しみっていうことで、ですね、はい、これ見どころは、見どころはもう皆さん本当に素敵なキャストで、うん、もう私以外の方はもう全てもう称えたいぐらいな方々なんですよ、うん、こうなんというか、例えば風間くんも、あ、やっぱりジャニーズなんだなって、あ、やっぱそうですね、宮沢さえちゃんとかやっぱ AKB だなみたいなで、なんかもうやっぱ地球ゴージャスだなっていう岸谷五郎さんとか、はいはいはい、寺脇さんとかが出てて、そしてはい、もう皆さん中村雅俊さん、すごいですよね。そうですね、歌手なのでね、歌がもちろんお上手じゃないですか。もうで本当にアンサンブルの方とか もう日頃はダンスの先生をやってますぐらい、こう皆さんレベルが高くて、もうなんか一人だけなんかこうガリバー旅行記みたいな、一人だけちょっと浮いてる人がいたら多分それは私だと思うこれ演題っていうのはどんな感じの、地球ゴージャスプロデュースっていうのがすごいなと思って見てたんですけど、タイトルが、はい、そうですね、地球に生きててよかったなって思う、そういう感じなんですよ、ことなんじゃないですかね。最近でもあれですよね、さとちゃんすごい舞台いろんなやつ出られてますよね。最近というか、まあ、この1年ぐらい出てなかったんですよ。1年に1回ぐらいは舞台というか、あと新しいことに挑戦したいと思って今回挑戦させていただいてるんですけど、もうなんか不登校時の気持ちが分かるっていうぐらいついていけなくて、もう皆さんのレベルの高さにで、ちょっともう悲しいなと思ったこともありましたけど乗り越えましたから、多分それを見ていただきたいなと、いや楽しみだな。でも映画が多いんですかね、じゃあ。なんかでもしょっちゅうなんか映画から芝居家でなんか名前を見る印象があるんで、うん、そうですね、とかもやってますね、うん、あとまあ去年は割とあのいろんなことに挑戦させていただいて、うんうん、それこそNHK の時代劇であったりとか、あと
あの写真集を10年ぐらいぶりに出させていただいたりとかして、ね、評判でしたよね。いやいや、でもあのやっぱりファンの方が昔のその10年前の写真とか15年ぐらい前の写真を持ってこられると肌が違うとか思ってやっぱこうアンチエイジングすごい聞いてきてくださいって今日いろいろ言われたんでやっぱりあの女性が気になるのはやっぱほうれい線っぽくなっちゃうみたいな、笑っても何してもみたいな、この季節特に冬乾燥で、そう乾燥で、で口周りにやっぱなんかちょっといいのありませんかっていうのを聞いてきてくださいって言われたんですけど、なんかいいのありませんか。あの裏技いっぱいあるんですけど、ね、裏技番組で言っていいのかなみたいな噂があって、あ、まあ後で切ってもらいましょうじゃん。そう、ね、まあでも基本はね、タバコを吸わないというところがまずって、ね、全然それは全然平気です、うん、タバコはね、うん、一番ほうれい線深くなりやすいです。あ、そうなんですか。でね、あの海外ではね、スモーキングフェイスといって、もう小じわ、目の小じわと、それからほうれい線が深いっていうのはね、タバコ吸ってる顔の典型と言われてるんですよ。なるほど。でもたまにあのこう海外とかでポスターにありますよね、うん、双子の2人がいて、一人は吸ってる方と吸ってない方で肌が全然違うよとかありますね、っていうのもありますもんね、うん、そうか。それ以外には、それ以外にも、ね、もうすごい健康的に過ごしていても、うん、そういう人っていますよね、うん、まあ、基本ね、さっきタバコをやめることと、あとはやっぱ脂っこいものがね、ほうれい線できやすいんですよ。まあもちろんね、ストレスもあるし、炎症が起こるとね、基本肌っていうのはその炎症反応で深くなってくるよね。じゃあ、あの脂っこいものをちょっと避けたりとかするだけで違うかもしれないですね。でやっぱ抗酸化作用の強いね、野菜系とかいいし、うん、まあ、刺激で言うとやっぱりね、コラーゲンと増やすのにこう刺激を与える方がいいから、うん、やっぱり顔とかもね、よくあるじゃん、冷たいこういう引き締めるとかね、うんうん、あれマッサージをちゃんとしてあげるとか、うん、でもそこから先に行くとレーザーを当てるとかね、あ、うん、ちょっと注射をしてみるみたいなね。あ、なるほどね、わかりました、うん、そう、どのラインを要求されるかで番組で放送できるかできないか決まってくるんであれですけど、でも普通のことで全然大丈夫です、その脂っこいものを避けるとか、うんうん、あとまあ化粧品とかもね、やっぱりその最近だとコラーゲンの酸性剤があるようなやつとかね、はい、ちょっと機能性の高いやつがあるから。あ、そうなんですか、うん、それ教えてもらいたいな。割となんかちょっと前までは全然本当に安いので平気だったんです、化粧水とかも、うんうん、逆に高いの使っちゃいけないと思って、うんうん、もう27、8ぐらいまでは割と安い化粧水バンバン使ってたんですけど、うんうん、500円ぐらいの体にみたいなのを使ってたんですけど、うん、最近やっぱちょっと大事だなと思って、だんだんいい化粧水とかいいクリームを使うとちょっとやっぱいいなみたいなでもなんかこうアンチエイジングって書いてあるものに手を伸ばしちゃう自分がすごくなんかあのなんていうんですか、弱った気持ちというかちょっと負けた気がね、負けた気持ちになっちゃうんですけど、でもやっぱりいいですよね、そういう、あの効能がいっぱい書いてある方がいいなって。まあでもそろそろね、そのなぜ、ま、全然傷んでない方でもやっぱケアした方がいい時期ではありますよね。うん、まあ、昔からお肌25歳曲がり角というぐらいで、うん、やっぱり30ぐらいからはやるのかやらないかというのがだいぶ差が出やすくなるし、だから別にあのアンチエイジングが必要なくてもメインテンのためにね、やっぱそっちの方がいいと思います、ね、特にやっぱり保湿とかね、そういうとこがやっぱだいぶ違ってくるんで、まあ、それとやっぱり今あれですよね、保湿のとかなんていうのかな、こう乾燥しやすいでしょ、うん、建物の中とかもね、はい、だからそういう意味じゃやっぱりしっかりやった方がいいと思いますけどね。なるほど。私この間前髪をちょっと切りすぎちゃったら、うんうん、あの宮沢さえちゃんに、うん、宮沢さえさんに、うん、佐藤さんなんか小学生みたいですねって言われたんですよ私10個ぐらいってことね、まあ、5個は違うんです、5、6個は違うんですけど小学生って思って、うん、やったやったみたいな、うんうん、私もうめっちゃアンチエイジングや気持ちでちょっと過ごしてしまったんですけど、うんうん、結構遠くから見たらそうなんですけど、自分の顔とかを近くで見た時に、おなんか疲れたお母さんがいたみたいなお母さんと顔がうり二つなんで、なんか子供の頃見てたお母さんの顔に似てくる自分がもうちょっとついていけないなって思って、だから若くなりたいなって。じゃあぜひ、ね、はい、いろいろと秘訣を、はい、まあでもね、十分すぎるやられてるでしょ。いやいやいや、もう体型すごいじゃないですか。ナイスバディというかね、ちょっと古いけどこの言い方も。いやいや、でもなんかこうなんていうんですかね、
よく下着をね、こう年とともに変えた方がいいって言うじゃないですか。あ、私も逆で小学生ぐらいの下着が未だに入るんですよ。へえ、すごいな。で、下着の捨てるポイントをちょっと忘れてしまって、そのままデビューからずっと同じようなこう下着のサイズと下着のメーカーとかも全然変えなかったんです。そしたら体型があんま変わらないねってよく言われるようになって、よくこう年齢とともにとか、まあ、確かにね、その人によってはなんか1年に1回下着を、ね、買い揃えるとか、ね、そういう方もいらっしゃるぐらいじゃないですか。それと多分私こう、ま、真逆だったからこういうそういう風になったのかなと思ったりとか。それ体型変わらないから同じのが着れるんじゃないですか。いやいやいや、でもあの年中変えなかったからかなとは思います、なんか具体的に運動とかされないの？運動はすごいしてますよ。今もやっぱこうミュージカルなので。あ、大変だね。そうですね、だからなんか走り込みしたり、あのウォーキングもそうですけど、ボイトレして筋トレしてウォーミングアップしてマット運動して、そういう、まあ、それやっぱ秘訣ですよね。でもそれそうですね、だからもう一日何時間もそれをやって、何時間もやるの？毎日2、3時間平気で それ、すごいな。そのコースをやってると、最近筋肉隆々になってきて、なんか女友達とかにちょっと硬いねみたいな脱いでもすごいんですね。いやいやいや、体硬くなってんねみたいな叩かれたりとかしました。筋トレはティラピスとか加圧とか？いや本当にあのなんていうんですかね、 お稽古の時に、みんな腹筋とかそれぞれこう背筋とか、あの倒立とか腕立てとかするんで、それを見よう見まねで最初はしてて、でストレッチみたいなのとかも本当1時間ぐらいかけて全部やるんで、それ最初は筋肉痛になったとか首が痛い肩が痛いとか言ってたんですけど、だんだん本当に筋肉になってくると全く痛くなくなってきて。役者さんって怖いですよね。異様にみんな鍛えてるから。鍛えてます ね皆さん。あ、この人こんな動けるのっていう、その年齢と動きとがぐちゃぐちゃですよね。はい、ね、いや本当すごいなと思って。でも私はもう全然歩くのも下手くそって言われてるぐらいなんで。そんなことはないですけど、いやでもね、役者さん特に歌手の人もそうですし、声出す商売の方は皆さん鍛えてますよね。そうですね、やっぱり横隔膜じゃないけど胸骨のところね、胸筋が鍛えられないと出ないから。肋骨の一番下、肋骨の下の筋肉がめっちゃ痛くて、ですよね。でもそうそう、あの普段お芝居でとか、あの腹筋は使うんですけど、こう横隔膜なんですかね、横隔膜を歌う筋肉だとすごい使うんだなって思った、あれお芝居に行って、その役者さんからね上がってる方とテレビから来られてる方一緒だと全然声量が違いますもんね。声量、まあ人にもよりますけどね、いろんな、あの方がいらっしゃいますので、ですけど確かに。なんか楽器とかもやられてるんですか？楽器はね、何もできない。できないですか？指がすごく長くて綺麗なんで。ね、指はすごく大きくて、あのピアノ弾くのかなって今思った。ピアノ弾けないんですよね。ピアニカも危ういです。ハーモニカはちょっと泣きたくなるぐらいできない。子供の頃から楽器とか歌とかが大嫌いだったんですよ。音楽の授業とか、あの本当下向いてる子だったんで、私なんでミュージカルを受けちゃったんだろうって。そうね、考えてみたらミュージカルだね今回。そうなんです。でも一回ちょっと挑戦してみたかったんでやってるんですけど。ミュージカル初めてですか？初めてですね。どう、やっぱミュージカルの歌って大変なんですよ。まあ、そう、演技しながら歌は受け大変なのかな。そうなんですよ。なんかのあの踊りながら歌うとかが、最初歌だけできたりダンスだけはできるんですけど、両方がなんかちょっと、ね、両方動かせられないみたいなふうになるんですよ。確かにね。なんかあのドラマー役をやったことがあるんです、一度。ドラマーの役をやったことあるんですけど、ドラマーとかも手だけだったら大丈夫ですけど、手と足がぐちゃぐちゃなんですよ、あれ。こう 1,2,3 で打てるわけじゃないんですよ。で手と足がぐちゃぐちゃだったら、だんだん弾けなくなってきちゃって、手だけしかできなくなって、で結局もう足を入れようとするとピンというか、何ですか、このスティックがボンボン飛んじゃうんですよ。本当に、嘘、本当だろうって思うぐらい。だからもう早回しにするからスローで撮りましょうって言われたぐらい意外に難しいんです。だからもうなんかこう
なんていうんですか、心と体のバランスをすごく崩しちゃったような気持ちになっちゃうんです。なんでこれができないんだろうと最初思うんですけど、本当にできないんですね。みんなこうドラムの役イコールかっこいいとかすぐできると思うかもしれないけど、すごく難しい、実は難しい。確かに難しいですよね。もう時間になっちゃったら、来週もまた難しい話をお聞きしたいなと思うんで、ぜひ来週も来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。